キチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ最終回です。はい。パリーグの。パリーグのどこが2000年以降22年間で一番バランスが悪かったね、最弱チームはどこだっていうねところをデータを元に発表するのともに、どういう基準でね、選んだかっていうデータをね、最後に発表します。はい。はい。ちょっとパリーグのワーストでいうと2000年以降ですよね。うん。ってなるとね、まあちょっとあの推しチームが入ってくるんじゃないかなっていうのは、まあね、そこしか出ないとこあるかもわかんないよね。まあそうですよね。創設の当初ってやっぱ結構大変だったので、でもそれを超えるバランスの悪いチームがいるのかっていうのも楽しみなんですよ。そうそこもね、あるかもしれないからね。はい、うん、そう。これはもうでも仕方ない、過去の話だからね。そうです、うん、はい。それではじゃあ、発表します。はい、ワースト5位から。はい、第5位はこちらです。2015年の楽天です。はい、5位。2015年。はい、マイナス149ポイントです。はい、監督デーブ大久保さんです。57勝83敗、最下位でございます。はい、こちらですね、打順多かった傾向で言えば1番松井稼頭央さん、2割5分6厘10本48打点40歳です。うん、2番牧田3割1分1厘ホームラン1本14打点、はい、3番ペーニャ2割6分8厘17本塁で40打点、うん、4番ウィーラー、うん、2割5分5厘10本塁で50打点銀次3割1厘ホームラン1本36打点6番藤田2割7分5本塁で43打点、うん、7番後藤2割3分7厘9本塁で42打点、うん、で8番島、2割1分9厘4本塁で18打点、うん、9番肘沢2割5分2厘12打点の15盗塁、あとサンチェス外国人いました、はい、2割2分6厘7本塁打、うん、ウィーラーが入ってきた年ですね。そう、ウィーラー1年目の年です。はい、はい、こちらこの打順です。まあそうですね、うん、ちょっとパッとしないね。パンチ力ある方がなかなかいないですもんね。あとスタメンの数がやっぱり全体的に少ないね。マクダとか38試合だからね。そうか、変わる変わるって感じなんですね。固定されなくて。ジリーさんも67試合だしね。銀次も82試合。あ、銀次選手そんぐらいなんだ。うん、ちょっと全体的にね、はい、ちょっとこう入れ替わり立ち替わり感、ね、はい、でピッチャーですね、はい、則本10勝11敗、うん、3年目 2.91 防御率、はい、で戸村7勝11敗 3.84、 レイ5勝7敗 3.79、 唐島5勝7敗 3.84、 菊池4勝5敗 3.84、 美馬3勝7敗 3.44、 塩見3勝5敗 3.56 と全員借金です。本当に見事に貯金がないですねでリリーフがですね、はい、松井裕樹2年目お守護神、はい、防御率 0.87 の33セーブ、はもうさすがです。で、はい、青山61試合登板で4勝5敗 2.81、うん、福山65試合登板で 2.76 防御率はさすがです、うん、でクルーズ52試合登板 3.12、武藤60試合登板 4.39、うん、っていうね、はい、でまあリリーフはそこそこ頑張ってね。本当そうですね、うん、いい感じでね、まあ、デーブさんがこの年にこう松井投手を、ね、うん、後ろに置いたっていうのが、うん、まあ、ちょっと特徴ですけど、うん、でもまあ、うん、ワースト5位っていうね、はい、ところです。確かに成本投手がいいピッチング、2点台じゃないですか防御率も、ね、いいピッチングしてるけど、うん、なかなか勝てないっていうところで、ね、まあ、ちょっとあの野手が固まってないねでしたね、うん、うん、まあ、これが5位。はい、はい、続いてワースト4位、はい、こちらです。全部楽天とかないよねもうそのデータだからね。はい、そもうしかってそれ仕方ないよ。それやめてくださいよ。データだから本当、はい、2000 2017年の千葉ロッテマリーンズ。おー、6人いなかった監督伊藤さん、はい、54勝87敗、うん、最下位でございます。はい、この年1番荻野2割6分4厘5本塁打24打点26盗塁、はい、2番加藤2割6分6厘5本塁打27打点3番角中2割6分9厘8本塁打44打点4番ペーニャ楽天から移籍してきてます。あ、そうだ。2割4分2厘15本塁打38打点、はい、5番鈴木大地2割6分11本塁打52打点、6番、ね、中村翔吾、2割7分5厘9本塁打32打点7番パラデス2割1分9厘10本塁打26打点、8番ミキ、2割4分2厘2本塁打19打点9番田村2割4分8厘3本塁打36打点、うん、で控えに清田2割3厘ホームラン3本21打点、うん、ダフィー2割1厘6本塁打サントス2割5分3本リーダー福浦さん2割2分4厘18打点井口さん2割4分4厘2本リーダー15打点っていうね。うーん、まあちょっと打線はやばいね。そうですね、3割バッター1人もいないし、うーん、まあ、ホームランはペーニャ選手か、うん、打点も最多が角中の44打点だからね。うーん、なかなか厳しいね。そうですね、パンチ力がちょっと足りないですね、うん、
でピッチャー、はい、二木7勝9敗 3.39 4年目、うん、涌井5勝11敗 3.99、うん、唐川5勝10敗 4.49、うん、酒井5勝1敗 3.13、うん、スタンリッチ4勝6敗 4.32、これ佐々木千早1年目ルーキー4勝7敗 4.22、うん、石川歩夢 4年目、うん、3勝11敗防御率 5.09、石川歩夢そんな年あったっけ。リリーフは守護神内50試合登板16セーブ 2.94、うん、有吉53試合登板 2.87、 大谷55試合登板 3.12、 松永50試合登板 3.22、 松田6年目38試合登板4敗9セーブ 5.09 と、うん、まあリリーフはまあ良くも悪くもないけど先発終わってんな。そうですね、うん、これ無理だな。直近作ったのは酒井投手のみっていう、うん、しかも酒井も途中から先発してるからね。多分先発いなくなって最後9試合だから。そうなんだ。最後多分急に先発したんだと思う、はい、一応2回完投もね、うん、してるんですよ酒井投手、うん、1年目ね、はい、あこれ1年目か。そう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 、うん、これがワースト4です。そうだ1年目すごい、まあ、いいピッチャーだなって思った。そりゃ、うん、弱いわ。はい続いて、はい、ワースト3位の発表です、はいはい、2006年、うん、楽天マイナス199ポイントです。2年目の楽天ってことですね、はいはい、野村監督です、はい、47勝85敗です、はいはい、メンバーはですね 1番鉄平3割3厘、うん、日本塁打29打点、うん、でも鉄平もね、うん、中日から楽天に来てね、はい、首位打者になってね、そうこのそうなんですよ、星野監督がくれたんだよね、はい、よかったね、鉄平にとってもよかったしね、うん、で2番高須さん、仕事人、うん、3割1本塁打38打点でも1、2番いいね、いいですね、うん、3番リック3割1分4厘4本塁打34打点、はい、ね、俺に突進してきて6個つかつ、ああそのリックですね、はい、4番フェルナンデス3割2厘28本塁打88打点、うん、これ2003年までロッテにいた2人だからね、はい、でも4番まで全員3割出したよ。え、そうです、打率めっちゃいいですよ。で5番山崎武史さん、はい、2割4分1厘19本塁打67打点、うん、で6番川口健司2割3分3厘2本塁打15打点、うん、7番磯部さん2割7分5厘4本塁打36打点、8番キャッチャー藤井2割3分6厘3本塁打25打点、うん、9番塩川2割1分6厘で控えが関川さん2割8分6厘48試合スタメンで沖原さん2割4厘51試合スタメン、うん、え打率結構いいなねえ、はい、ってことはピッチャーですか。でも打点がそんな多くないんだよね。打点が、あーそうか、1番フェルナンデスだけだから。本当だ、1、2番塁で出る割にリックがもうちょっと倍ぐらいあってもいいと思うんだけどね。あまり返せてないっていうこと、うん、そうだね、うん、感じ的に見るとね、うん、はい、でピッチャーはねやばいね。1番、はい、7勝14敗 4.37、はい、山村7勝10敗 5.35、はい、グリ7勝7敗 3.96、うん、愛嬌4勝5敗 4.01、うん、有目2勝6敗 4.47、はい、でここはリリーフ、うん、青山1勝3敗 5.89、うん、吉田さん、3.19、川本さん 4.88、小倉さん58試合登板、6勝7敗4セーブ 2.18、はい、松崎10戦に8先発8敗全敗です 7.67、 で浅井、9先発2勝5敗 3.93 で福森、守護神21セーブ 2.17、うん、まあまあちょっときついね。見事に全員借金みたいな、うん、まあまあ2年目だからね。まあそうです、ね、うん、でも打線はね、そうなんです、いい感じなのよ、うん、ねえ199ポイント、はいはい、さあそれでは、はい、ワースト2位の発表です。こちらは、はい、ワースト3位が199ポイントだったのに、はい、マイナス275ポイントと跳ね上がります。 275? 跳ね上がるよ、はい、あのセリーグの最下位222ポイントだから、ね、本当ですねまあ一概にね DH もあるから言えないけどね、はい、ワースト2位は2003年のオリックス、はい、なんですか、はい、石毛監督から4月24日にレオンさんに変わってます、はい、早い開幕してからもう1ヶ月も経ってないのに、はい、48勝88敗借金40です、はい、こちら、1番 塩谷さんだったかな、これ3割7人8本塁打46打点、はい、2番大島さん2割8分5人20打点、3番谷さん3割5分、うん、21本塁打92打点、はい、4番ブラウン3割7人28本塁打93打点、うん、5番オーティズ2割5分5人ホームラン33本86打点、6番桂木2割5分1厘9本塁打30打点、7番山崎武史さん2割3分2厘22本塁打68打点、8番日高2割6分8厘9本塁打37打点、9番後藤2割6分7厘9本塁打29打点、なんでこれでワーストなんやっていう、めっちゃ打線良くないですか。えぐくない、クリーンアップ谷ブラウン、谷さんブラウン、オーティスえぐいよ。ホームランも結構打ってますよね。打ってて打点も92、93、86で、打率も3割5分3割7厘2割5分5厘よ。
ホームラン21、28、33全然いいですけどね。で控えにシェルドン2割5分3厘8本塁打24打点、うん、で龍太郎2割5分3厘7本塁打18打点、うん、で平野が2年目2割5分2厘1本塁打9打点、うん、これはもうピッチャーだね。ピッチャーですね、うん、ピッチャーの中での最多勝は、うん、クデソン6勝8敗 4.99、 元柳、まあ、40試合登板で、ね、7000発だけどリリーフも含めて5勝2敗 4.64、うん、でマックス鈴木さん29試合登板で19先発4勝9敗1セーブ 7.06、うん、小林さん、19試合登板の13試合先発4勝8敗 5.54、 金田さん4勝5敗 4.12、 小倉さん51試合登板で先発は13試合4勝13敗7セーブ 4.52、牧野さん49試合登板先発10試合、2勝7敗 5.05、 萩原さん42試合登板、6.9 防御率、うん、徳本26試合登板 6.72、加藤さん43試合登板防御率 5.17、うん、あこれ加藤大輔か。吉井さん12試合登板12先発2勝7敗 6.51 ほぼほぼいない。あとあの、はい、先発固まってないからリリーフしてるのに人いなくていきなり先発してる苦しいチーム事情がかなり苦しいね。これはあんなにバッターが良くてワーストにっていうのが、うん、打線はえげつないよ、うん、打線だけ見たら A クラスはいけたなみたいなね、うん、そういう打線ですね、うん、ちょっとピッチャー苦しかったね、うん、だこれバランスがね、そうですね、バランスが悪いってことですからね、はい、それでは、はい、ワースト1位22年間の中でのパリーグワースト1位発表こちらです。はい、2005年の楽天。これはもうね仕方ない、仕方ない、はい、うん、わかります。あのマイナス308ポイントです、はい、300点超え初です。マイナス、はい、これは仕方ない、はい、もう1年目だから。田尾さん監督38勝97敗、はい、もうでもこれは仕方ないね、はい、だって打順で言えば磯部さんね、うん、2割6分4厘16本塁打51打点、高橋さん2割7分8厘1本塁打27打点、吉岡さん2割8分2厘10本塁打52打点、山崎武さん2割66厘25本塁打65打点、うん、高野さん2割1分7厘7本塁打31打点、ロペス2割2分3厘12本塁打49打点、酒井さん2割5分5厘4本塁打31打点、藤井2割3分2厘21打点、9番佐竹さん3割1分1本塁打14打点、うん、あと関川さん2割8分7厘12打点、沖原さん3割1分3厘23打点、うん、川口2割6分3厘ホームラン0本18打点、トレーシー2割9厘6本塁打15打点っていう、まあこれは仕方ないね。まあそうですね、それでもやっぱりそれでも頑張ってる方だと思うよ、うん、だって吉岡さん34歳、山崎武さん37歳、高野さん32歳、ロペス、32歳、酒井さん35歳、佐竹さん31歳、関川さん36歳、沖原さん33歳だから、ね、20代ほぼいないっていう、うん、そりゃもうきついよ、うん、20代は高橋さんの29歳、藤井の29歳のみです。そりゃきついよ、すごい中堅ベテランで、そりゃ無理よ、うん、ほぼほぼもう何年目なんだよっていうね。そうですね、ピッチャーはね、はい、それはもう打てないからね、はい、岩隈9勝15敗、うん、4.99、 有目3勝10敗 3.18、 あ 5.18、 ラス3勝9敗 6.33、 金田さん3勝6敗 6.01、 市場2勝9敗 5.56、 ホッジス2勝12敗 6.44、 リーフが吉田さん 3.40、 小山 4.50、 玉木さん 3.52、 田中さん 8.17、福森49試合投げて11セーブで 3.57 です。これはもうきついね、まあまあまあ、それは仕方ないよ、もうこの年はしょうがないです、しょうがないしょうがないしょうがない、はい、だからもう実質上の1位は2003年のオリックスです。まあまあ普通にやってたのかね。仕方ないもん、このね、そうですね、楽天は567と1位になってるからね、やっぱりワースト仕方ないね、はい、でも2008年にソフトバンクがワースト1位にはなってる、ね、へー、ソフトバンクでもでも最下位だったからね。あ、そっか、2008年はソフトバンクはね、うーん、で、あの、だからワーストは、はい、パリーグはもう全球団ワーストに1回はなってます。はいはい、西武もなってます、去年ワーストだったんで、そうなんだ、マイナス68ポイント、うんうんうん、それまで1回もなかったけども去年西武がワーストになってるんで、はい、でセリーグのはワーストになったことないチームが巨人、中日、あ、中日ワーストなってないんだ、うん、なってない、巨人、中日がワーストになってない、はい、さあそれでは、はい、最後に発表します。はい、何をもってのワースト、うん、トップだったのか、そうです、何を根拠にこれを言ってたのか、うん、ね、これ発表します、うん、はい、
まあ、バランスが取れたっていうところでね、総得点引く総失点の割合をもとに算出したっていう。ああなるほど、うん、やっぱりバランスがいいっていうチームは投打のバランスが噛み合ってると、はい、うん、打線はしっかり点を取って投手陣はしっかり点をやらない、噛み合ってる、うん、もしくは打線はそんなに点取ってないけども、うん、投手陣が頑張って失点数を減らしてる、抑えてると投手陣が失点多いけども打線がそれ以上取ってっていう、うん、このバランスは離れれば離れるほど、うん、はい、投打がいいバランスの最強チームじゃないのかっていうのを、うん、にちょっと着目して出したデータで、はい、このポイント数、あなるほど、で逆にワーストっていうのは、はい、得点引く失点がマイナスに振れるってことです。だ失点の方がその年多いってことですか。多いってこと、うんうん、っていうので算出してみた、はい、まあ、これを一つの視点として算出してみた、この最強のバランスが取れたチームはどうだっていう、うん、はい、だから優勝してるチームがほとんどだし、うん、最下位取ってるチームがほとんどだけども、うん、中には2004年のヤクルト、はい、2位なんだけどもマイナス73ポイントで1位なんですよ、これワースト、ワースト、うん、その年のね、うん、で、あのコロナ禍で言うとね、前得点引く失点がその年の1位だった場合、はい、ほぼほぼ A クラスなの、はい、で優勝するチームっていうのはもうほぼほぼ1位か2位、まあ、最低でも3位までに入らないと優勝できない、はい、だから水曜日に出したね、うん、阪神っていうのは、はい、今得点引く失点が今日の時点で49なの、はい、ヤクルトが50なの。ああじゃあ本当1点しか変わらないんだ。そうそう、だからその部分でね、はい、ひょっとしたらっていうのが可能性的にこのデータ上あるよっていうね、ところ でその中でやっていくとね、はい、得点と失点でほぼほぼ優勝するチームっていうのはどちらかが1位です。はい、両方を1位じゃなくても優勝したのはパリーグでいうと5回だけです。うーん、2007年の日本ハム、はい、2008年の西武、うん、2010年のソフトバンク、2012年の日本ハムと2013年の楽天は、うん、投手と野手の成績が1位じゃなかったですけど、はい、ね、優勝してるんですけど、だから一概にこの数字だけじゃ言えないんですけど、はい、この数字だけで言うと、うん、こういうデータ、はい、じゃあ改めて最初に出したあの優勝予想あるじゃないですか、まあ、水曜日の、はい、うん、はい、これです。で言うとセリーグの最下位予想の中日は、はい、得点引く失点がマイナス68、はい、で巨人がマイナス46だから、あ巨人そのマイナスなんですね。そうそう、だからこれがやっぱり下がれば下がるほどやっぱ最下位になる確率が高いし、はい、パリーグで言うと西武が50点、はい、得点引く失点が、うん、でソフトバンクが29点とね、はい、ってなってるところで、うん、やっぱ西武の方がデータ上優勝する確率は高いっていう。あじゃあロッテが一番失点が多い。そうです、だから得点引く失点で差がマイナスは53ポイント、日本ハムより多いですよ。そういうことなんだ、はい、っていうところでね、はい、まあ、最下位になる確率はこの点数でいうと、うん、ロッテの方が最下位になる確率が高いっていう、ね、高い、へえ、まあ、でもあと40試合あるからここでどうなるか分かんないよ。そうですね、うんうん、現状っていうね、うんうんうん、終わってみてどうなるか分かんないけども、はい、それを算出して、うん、各年度の最強チーム、うん、ワーストチームを今回選んでみましたけども、はい、皆さんどうでしたか。いやでもこれっていうのは結構簡単な数字ではあるけれども、うん、すごく分かりやすいですね。そう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 、うん、まあ、そこのねいろいろやったらもう分かんないじゃん、はい、まあ、とりあえず簡単なところを見て、まあ、これの上下でバランスがやっぱ取れてんじゃないのかっていう、ね、はい、ところを一つの結果として算出してみましたけども、うん、はい、皆さんの予想と合ってましたか外れてましたかっていうところでね、はい、ご意見ご感想はコメント欄までお願いします。はい、はい